166センチ、73キロ、木本亮太。青コーナーよりコツキレンジャイン入場。なあ、WWGT 立派ヘビー級チャンピオンの入場です。今日はどんな試合を見せてくれるでしょうか。ホールするには位置が悪かったですね。おっと、キレンジャー先生来てる、足に来てる。
大丈夫でしょうかね。切り替えましたヘッドロックを左に切り替えました。これ結構釜掛けの可能性がありますから。あ、両者ダウン。さあどうなるでしょうか。おっとちょっと動きが膝なんかの5倍っぽかったですね。気が入れろ。ああ、ボディスラム力ありますね。ボディスラム今回デビュー戦ということで息合うんですかね。ミスったことありますね。はい、どうなんですかね。リクマネ選手とキャリアを続けるとデビュー戦のことなど忘れたなと思うんですが、やっぱりリングの上でデビューとなると練習とは全然違うと思うんですが、そうなんですか。なるほど。そこまで、はい、でこれ照明とかも結構かっこいいですよね。実際にそれもありますね。はい、それでも一生懸命戦ってますね木本選手。ああ、大槻レンジャーがいい動きをしている。ああ、ナンキック。おっと、今のちょっと、はい、そんな感じでしたね。外れましたね。ああ、フライングレイヤー、そしてああ、サッカーボールキック。ああ、入りましたね。今胸相手に入りましたね。ボール1、2、それで返します。 2.5 です。キレンジャー選手デビュー戦の相手なんですけれども、ちょっと難しいな。ちょっと疲れるとね、結構きつい。はい、まあ、今回は、ね、お客さんも多くて、手本の声出してますね。そうですね、やっぱりこういうのはね、最初に出てます。使ってる選手のテンションも上がります。そうですね、はい。
ね、ゴムの大抜き払いっぱなしだな。さっき縛られてバックドロップされたこともありますよね。受け取れないんじゃないですかね。ああ、フィンキック。もう一人か。ああ、ニールキック。ちょっと低いですけども、でも、みぞちゃん離しよう。ロープですね。木本選手、ちょっと離してほしいですね。やっぱりね、ディフェンスなんで行きましょうね。そうですね。はい。まあ、あんまりね、考えないで、落ち着いてやれば勝てる相手です。はい、そうですね。おっと切り返した。おっと坂本選手に、ワン、ツー、あ、切り返しました。まあ、ロープ私はい、坂本さんと押さえるみたいに危ないんですよね。私はあれで一回首痛めたんですよ。ああ、結構あれ地味に見えて危ないですよね。あーおー、坂本選手のツー、スリー。9分1秒、9分1秒、バックドロップホールドで、木本涼太選手のピンボールが出てもらいます。
はい、第2試合、コアラ対パンダちゃんというですね、動物同士の対戦となりました。レフェリーは、引き続きレス総督さん、そして、解説は、秋川さん、お願いしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋川さんは EWA はお客さんとして、何度か観戦されているということで、ある程度ご知識もあろうかと思いますので、皆さんと一緒に盛り上がっていけたらいいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速、パンダさんの、華麗な攻撃が出ましたけれども、実はですね、相手のコーラ選手なんですが、入門のきっかけはですね、パンダちゃんに憧れてということで、パンダちゃんのようなその華麗な、マスクマンになりたいということで、デビューが、デビューして4戦目ぐらいなんですが、3年のキャリアがありまして、3年越しの、対パンダ戦、憧れの対象と初対戦ということになりますが、今のところ、なんとかその憧れの存在に追いついて頑張ってますよね。そうですね、まだ3年というところなんですが、非常にグラウンドの技の展開も非常に深くてですね、憧れの選手との対戦かとは思いますが、そんな展開の序盤のような感じがしますね。なるほど。それで言いながらも、ああい こうマウントパンチみたいなね、荒々しい技を持ってたりします。そうですね、はい、多分ですね、この2人、僕もですね、実はですね、15年ぐらいですね、EWA のファンとしてですね、はい、何回も試合、足を運んだことがあって見させていただいてるんですが、はい、パンドちゃんっていうのはね、見た感じ可愛らしいんですけどね、すごくプロレス、レスリングがね、スタイルが、いろんなことが上手にできてですね、おー、できました。本当にね、はい、僕もですね、ファンの、一人の選手になって、なるほど。今でもコアラ選手、うまく切り返しましたね。そうですね、もうなんかこう、やっぱり21年というこのベテランが繰り出す会社技ですね。そうですね、はい、じゃあじっくり見合っていますが、やっぱりこう憧れの対象を、ね、こう相手にするというのは非常に緊張するものでして、はい、やはりいろんなレスラーと私も話を、おーっと、フレームありがとう、スピードありましたね、はい、こういうね、一個一個の技を、憧れの存在に入れていけるというのがね、プロレスラーの料理に尽きるというところですね。おーっと、ニンキック！いいですね。はい。パンダちゃんもあれですね、結構あれですね、ここは一段とギア上げてやってるんじゃないでしょうか。そうですね、はい。今完全に喉に入りましたね。さあ、飛んで、フランコリアタックですね。ちょっとホールに逃げなかったですね、今。ちょっと体勢やですね。はい、勢い余ってますね。せっかくのね、まあ、公開の最初でパンダ選手も、まあ、久しぶりに、あ、シーシンク、これは得意技ですかね。はい、そうですね、ジャンボスルタも試してましたが、はい、これもきつい技ですね。そうです、スタミナがのされてしまう。そうですね、ゴールに2度じゃ入りましたね。2発ですね、はい、パンダちゃんちょっとスピード落ちちゃうんですね。ゴール、ワン、ツー、はい、返しました。本当に、2.3 ぐらい、あ、スタンドホールだ。下ですね、スタンドホール、そうですよね、中央でね、決めれば決まったかもしれないですけどね。そうですね、結構しっかり入りましたからね、パンダちゃん救われましたね。そうですね、まあ、パンダ選手も実戦がちょっと久々ということで、スタミナちょっと若干心配ですね。そうですね、はい、先ほどの危機尺2発でちょっと答えてんじゃないかなと思うんですが、そうですね、あ、なるほど、おー、スライディング、この辺はやった、あ、はい、こっからですよ、パンダちゃんの選手は、あ、シックスは、はい、よかった、あれでしたね、うまく決まりましたね。そうですね、はい、ここから飛ぶんでしょうか、飛ぶかもしれません。おっと、おお、大丈夫か、おお、あ、そうですね、なかなかね、いやですね、アマチュアプロレスでここまでやるだってないですかね、なかなかないですね、はい、してまた F1 ですよね、ちょっとね、低めのリングですからね。そうですね、華麗に決めましたね、はい、ちょっとやはりですね、スタミナ、そして今大技でしたので、ちょっとお互いに全身を打ち付けたかなという、ちょっと
とパンダちゃんの膝入っちゃってるかもしれないね。まあでも場外乱闘には行かずにあくまでリング上での決着ですね。ああ、はい、もうこちらの方でね。そうですね。もう一つ。まあ両方ともね、あのベルフェイスっていう正統派のレスラーということで、まあ何の意向もないスモールパッケージ。一瞬の返し技もありますね。そうですね。はい、ここで攻めね。ワン、ツー、あ、返します。はい、じゃあパンダちゃんも師匠、師匠と言いますか。あ、大手攻めて出ました。ワン、ツー、あ、返しましたね。初めて見ましたけど、はい、ちょっとキャッチが余ってますね。ねえ、はい、で、こう、パンダ力の中にちょっと含まれなかった。そうですね。コアラ選手、これ切り返されるといいのかなっていうのもありますけれども、さあ、パンダちゃんがコーナーに押していきます。赤コーナー、大技の予感がデストロックでちょっと締め上げてますけれども、そこからおっと、おお、これはスイング式のウェパナスカーですね。ブロッキングバスターっていう技ですね。さあ、決めるこのコーナーありました。第2試合ですけど、会場が盛り上がってきた。おっと、フィッシャーマン、あ、切り返した。フェイントからの旋風脚、ゴールにアホがありましたね。そうですね、はい、結構大丈夫でしょうか、小原選手。結構効いてますね。はい、まあ、そして白塗りですか。白塗りですよね、これ。ああ、入りました。決まりました、決まりました。完全に決まりました今、ね、はい、これマット柔らかく見えるんですけど、ところどころ硬いんで、あの、効くんですよ、これ。確かに、はい、効いてるぞ。効くかもしれません。そうですね。ご覧になられて、あ、そうですか。
けども。俺が売りしめたよね。あ、なるほど。何が売りしめたよ。こういうふうに言われてしまいました。結構ですね、アマチュアでここまでヒーローを貫いてる人たちってもなかなか、ね、迫力があってそうだなと思いました。私もミスラクエッセージに言われてちょっとドキッとしますもんね。迫力が素晴らしいです。カジさあちょっと、まあ、その間に梶川選手やはりフェンスに飲み込まれてね、ちょっとなかなか反撃前進になりませんけれども、はい、さあこの場面ですよ、はい、あなるほど。でまあ一説によるとなんか今度のよさこいソーラーにも出場するという話も聞いて、もう何でもするんですね。おっと、おお、下からドロップキック、おお素晴らしい、おおドロップキック相手、おお素晴らしい、なんか拍手をね、はい、これはすごいですね。おっとヒデ選手誘いですでしょうか。来るなよ、ガチャラ揺らすな。そうですね、ガチャ揺らすな。梶川選手も、ほら、ヒールヒール、頑張ってよ、頑張ってよ、気をつけろ。あー、やっぱりちょっと止まっちゃいましたね。さあ、対角線に振るエルボー、おっと、速攻エルボー、そして、ロップローもまたいで、さあ、ドロップキック、頑張ってよ、ビーナスですね。そっからこれはオートアナザースペースでしょうか。さあオートセコンドに引きつけておいて、セコンドに引きつけておいて、オートレフリーが、レフリーが巻き込まれていますよ。で、ヒル選手はロープパラダイスに固めておいて、まあ、レッドとかメガネしてますからね。この間ヒールなことをやってますね。はい、梶川選手ね、ドロップキックが得意なんで、足になりましたね、平野選手が。そうですね。そうなんですよね。はい。まあ、そうですね。まあ、ヒールなんでね、こう、まあ、なかなかプロレスも、あ、これ、でもここまでいっちゃうと、レフリーのレフリーとかも、もっとね、カウントを、まあ、気にしていた方がいいでしょうけれども、そうですね、まあ、レフリーもね、初めてなんでね、まあ、この辺はヒールの醍醐味というか、お客さんもなかなかここまでのアップテンポを見られるっていうのもね、なかなかないのでね、はい。まあ、オリジンも今日はね、違うプロ団体の札幌大会もあったりしている中でね、そういう方に来ていただいて、ブラックパーカーズの2人も、ちょっと悪いんですけれども、まあ、すごいですね。あ、オッケーオッケー、ありましたね。ちょっとミステリアセンス選手の会議が、おっと、あ、すごいぞ、今のは切り返しましたね、今、はい、ちょっとミュートのコーナーで見なかったんですが、切り返しましたね。はい、さあ、ドロップキック、ようやく梶川選手が勝ったんだか、はい、
クロープですが、梶川選手も読んでいますが、あー、腕にもストスタンプ、2ポイントでいきましたね。はい、そしてここからソルナシエンテに行くのが秀選手の秘書パターンですが、ソルナシエンテ、さあまた見せません選手が出てきましたが、これはね、しっかり、はい、これはでも秀選手のチャンスパターンで入ってますよ。そうですね、はい、何か意味があるんでしょう。さあ失神してますよね、確かに。さあ、そこからノーザンライトをすぐに感じまして、ワン、ツー、スリー。斉藤さん、6分24秒、ノーザンライトを続けてくれて、ヒデ選手のスリーカウントを頼んだ。おー、ジャン選手、ジャン選手入ってきました。おー、ジャン、かわいい、かわいいが入ってくるわけで、変人塾、強烈なキャラクターを持っております、変人塾と、
EWA のブラックパーカーと敵軍連合軍のタッグマッチです。解説、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、ラショモン原選手が出てきました。関東の、選手と対戦ということで、どうでしょうか。でこの試合は、天地軸の2選手がね、どんなイメージかっていうのが僕、ちょっと分かって理解してませんので、その辺が最も今日のミステリアスな、どんな展開なのか、ワクワクするような、そんな試合が見えて期待しております。はい、なるほど。そしてですね、まあ、地元、BWA とブラックパーカーズの影響高くなったんですけれども、まあ、最近、ラショモン原選手はですね、非常に関東を、まあ、変人塾のお仕事である、ああ、今入りましたね、話が途切れましたけれども、東京の方にですね、よく参戦を原選手が発表がしております。もう本当にEWAということでね、そうでね、もう札幌にとどまらず、もう東京まで進出と、もちろんね、いい試合展開できるの見えてますからね。そうなんですね。まず去年の12月、セミファイナルという、アマチュアプロレスのイベントがあったときに、この変人塾のタッグチームの師匠であります、変人な選手と、シングルマッチで対戦しているという、実績があります。それから今年の2月、女子プロレスのですね、アイス日本道場という、ところが埼玉県にあるんですが、そちらの、リングを借りまして、はい、ゲットエイドという、アマチュアプロレス関東からですね、大きさ目があったそうで、そこの試合にも出場して、ハリケーン津田選手というパワーファイターだったんですけど、残念ながら、ね、試合は敗れてしまったんですが、非常に北海道のアマチュアプロレスを見せつける試合をしてくれています。そうですね、はい、まあね、その試合はね、ちょっと僕見てなかったんですが、ね、去年の大会 11.9 ですね、はい、ラシモン原選手、僕はたくさんの一人ですが、ね、大流血で追い込まれてね、あ、そうですね、ちょっとね、もうなんかね、そうなんですね、ラシモン原のファンとしてはですね、こうスプレックスね、小戦隊にやっと、そういうのをね、見たいなと思ってます。なるほど。さあ、その間に福丸選手が、彼のヒールがありながらね、こういう、こう、非常に彼が、フロントネックチャンピオンですね、今ヒールですよね、はい、力丸選手、そうなんですよね。さあ、横尾コース、この体重が乗ったらきついでしょうね。そうですね、なんか、ね、アブドルチャブチャのエルボーのようなダメージをやろう、そうですね、もうフィニッシュかと思うようなエルボーですよね、まあ、これマットがね、逆に柔らかいのが逆にダメージになったりとか、そういう場合もありますもんね。そうですね、足首とか膝に負担かかりそうですね。そうですね、はい、6回以降入りました。一丸選手ベルトを外して、これは止まらないですね。そうです、監督、ちょっと監督でもですね、これだけ強烈なエルボーを食らうというのはですね、表現が違いますから、一発一発が重いですね。こうね、東京とはやはり気候が違いますので、ね、はい、そうですね、先ほど寒すぎましたので、はい、コンディション作りも非常に大変だったかなというふうに思うんですが、あ、足を上げて、足を上げて、あ、いいところで決まりましたね。福原選手、こうね、今までこのブラックパーカーズでやってますけど、おっと、ちょっと原選手とペグ選手の新鮮ですね。ああ、そうですね、頑張ってますね。ペグ選手は私も初めて見るんですけれども、そうなんですね、はい、ちょっとどんな感じかなというね、はい、今はそうですね、今はちょっとEWAの方の最後の方が連携が取れてる感じがしますね。そうですね、あ、でも連携しようとしていますね。あ、大丈夫ですか、みんな応援しましょう、応援しましょう。なんでか今の選手、あ、わーさすがですね、あー、戻りましたね。さあ、ペルー選手と一丸選手、これは軽々でしょう。おお、ロープ上がりました。ロープがね、そうですね、ちょっと滑っちゃってましたね。まあ、この辺りは、一丸選手のキャリアがちょっと高いですね、ちょっとねじったかな、心配でしたけど、これなさそうですね、はい、まあね、アマチュアなんでね、これはもう首に飛んじゃないですかね、今。怖いね、怖い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 、
敗をこういうところでこう挽回するんで、やっぱりその通りですね。選手は決して相手には譲ってませんね。はい、もう駆け虫しかないんでしょうね、選手ですよ。飛ぶしかないんでしょうね。ちょっと打たれてるのはどうですかね。昔のジャンボ鶴田選手を動かせるような感じですけど、いや確かにそれでいて足元はブリザープロティンという、そうなんですよね。あ、まあ、そうですよね。はい、まあ、原選手のローキック、ね、はい、キードロップがあったらね、ちょっとあるんですけど、あエルボー、もうこの動きも定番ですね、原選手も、ね、そうですね、ジャンプ、そうですね、しびれますね、もう余裕ですよね。もう私もう見てるだけでもうね、何しても絵になりますね。これですね、よくプロレスごっこでスリーパーホールドとかヘッドロックとかってやるじゃないですか、本当に締めなくてもやっぱり肌が密着するって皮膚呼吸ができないんで、いやそうですね、結構ですね効くんですよね。いやそうなんです。おっと飛び乗った飛びましたね飛び乗ったってのこれ丸尾さんでしたね。軽量を生かしたわけですね。そうですね、これはペレマーでいいんじゃないでしょうか。雰囲気変わってますよ。ちょっと反省してくれてみましょう。ちょっとびっくりするような表情だね。ちょっと聞きましょうかね。ああ、ちょっと原さん、ああ、聞いてる。原さんというのはやっぱこれですよね。すごいね。ああ、ペリュー選手、どうでしょうかね。ペリュー選手、なんか、そうですよ。はい、なんか張ってけ。どうしたの。そうですね、アンパー選手がなんかやられてるみたいな。あ、でもよく考えたら生でチョップ食らってるわけですからね。そうですよね。ちょっと食べるなーって。ああ、これが上手くいった。これちょっとターンの右方向のところが振り切りましたね。はい。で、原選手も頭を押さえましたね。これマットの柔らかさが逆にコスメーションだった。ああ、今のキック。これで一発で流れ変えましたね。あ、これは。はい、ありがとう。ありがとうございましたね。反対側にいたんですけど、あんまり
これいいですよ、ね、ここから元気のサーブ落とし、ワンね、ツー、あ、返します、まだ大丈夫でしょうね、はい、ちょっと変わった戦争、はい、戦争ですかね、そうですね、ちょっと低くで、得意のリセフィットですか、これですね、場外にはなんかこうちょっと集中効果ありましたね。これでジャーマンでしょうか。まあ、ここまでは決めてほしいとしますけどね。はい、まあ、ヘンチーナ選手のためにも札幌に足跡を残してほしいかなと思いますが、やっぱり西村選手、簡単な切り返しが来ました。8対4分安定ですね。Hit it!
して、そして俺はリングの覇者になる。輝き続けるこの2人もなかなか合いそうな感じですね。
そうですね、はい、まさに本当に因縁の対決で興味深いですね。そうですね。そして今斎藤さんの目の前にはこの N2W の2冠のベルト、今斎藤さんもちょっと眺めてちょっとリアルしておられたのは私に今そうですね、すごいいい顔の匂いがしますね。はい、まあやはり、まあ、これはね、ネブロゼとしては面白くない、先ほどのベルト負けつけたみたいですね。本当にそうですね。はい、まあ、でもなかなかこうね、ただ防衛上がるだけではなくて、なんか純粋にね、この二人はライバル心というのもあるかとは思います。いや、やっぱりそれはプロレスどんどん強くなっていくっていう感じですね。はい。さあ、ロープブレイクなんですが、ああ、入ってますね。まあ、そして赤コーナー最後なんですが、まあ、対新ネムロなんでしょうか、マキュアル選手、ケンティ軍サイド、でケンタ選手のブラックパーカーズ、まあ、先ほどの第3試合も、第4試合ですか、もうそうだったんですが、まあ、EWA は一致団結して、外敵に向かっている感じですね。そうですね、やっぱり。総勢で戦うっていうのはやっぱりプロレスの、ね、いいところじゃないですかね。そうですね、はい。まあね、こういう、まあ、外からね、関東とか根室とか、イーダーウェイもこうどんどんいろんなところにね、勢力が広がってるんで、まあ、こう団結しないとね、なかなかイーダーウェイの将来がないのでね。そうですね、もう北海道だけじゃなくて、先ほど言ったように、全国で。この信頼を届かってほしいところですね。そうですね、まあ、その足がかりはね、先ほどの原選手の関東参戦だったり、まあ、稲垣もね、根室の参戦してますので、お堀江選手が、ピント選手が吹き出されるのはあまり見たことがないんですが、なかなかパウルな争いでしたが、そうですね、逆のことは多かったんでしょうけど、はい、今のすごかったです、はい、ボディースラムも強烈ですね。2連発です。これもうですね、マットが背中が張り付いちゃうんで、ボディスラムもきついみたいですね、これ。あ、エボ。はい、監督。2.7 ぐらいですかね。はい、ちょっと切れかけましたね、今。ちょっと聞いてますね。ちょっと聞いてるかもしれないですね。はい、3連発でしたからね。そうですね。まあでも、ケンタ選手ね、非常に練習熱心ですし、まあ、逆転するとね、すぐ内山選手にタッチできたりとか、戦法的にはいくらでも対応できるものがあると思います。そうですね、打たれもそうですね、はい、スタミナもたくさんありそうですね。そうですね、はい、まあ、最近はですね、EWA のマッチメイクですとか、まあ、リング外でもね、非常に団体を牽引してる、もう本当になくてはならない存在になってます。いや、それ考えると本当に この対局は本当に興味深いところがたくさんありますね。そうですね、はい、結構アマチュアレスリングの経験もあってですね、まあ、全 EWGP ヘビー級のチャンピオンであり、そして、おー、ロープキック、綺麗に決まりました。決まりましたね。反撃開始じゃないでしょうか。はい、さあ、そしてフロントネックロックを持ち上げる。もうこういう何気ない攻防でもライバルみたいなのが、おっと、さあ、大コーナーに外した。そして岡部選手の攻撃です。木本選手ね、第1試合に勝ちましたけどね、まあ、経験なんでしょうか、レフリーもね、レフリーですね、はい、いろいろな、ね、経験を見て、さあ、千原選手と岡部選手、あ、出てきましたね、因縁の対決、はい、まあ、私もですね、千原選手と、まあ、仲良くしていただいて、まあ、連絡をやるなんかするんですけど、そうなんですね、はい、やはり岡部選手はやってみたいっていうようなことをずっとおっしゃってたんですよね。岡部選手もこういう格闘系の技も得意なんで、まあ、ひそかに注目ですね。そうですね、はい、この辺に感じてるんじゃないでしょうかね、この千原選手との力の差というか。そうですね、やっぱり一発が重いですね。そうですね、まあ、でも逆に自分のローは効かなくて、千原選手に吹っ飛ばされることで EWA って面白いじゃねえかっていう気持ちもあると思います。あ、なるほど、そういうことがありますね。はい、
まあ、元々はね、違う団体で選手になったんですが、対戦したくて、EWA に、まあ、最初は乱入という形だったんですが、まあ、念願かなってこのように参戦という形で、まあね、ヒールのイメージがあるんですが、まあ、個人的にはちょっと応援したいかなという気も私はしてるんですけど、そうですね、今日はそんなにヒールなとこはまだ出てないですね。はい、まあ、彼もね、新年頃で所属というふうになって、まあ、かける思いもあるでしょうから、そうですね、はい、ちょっとこの辺、極真感染のようなスタイルになってますね。そうですね、はい、おー、ブローチ快適に入り切ってきましたね。この辺はやはりこうかつての UWF ですか。お、来ましたよ、目を蹴ってこいと。これはもう2人の得意の、あー、これは喧嘩する悪いでしょうか。うずくまってますね。はい、あ、ボートレフェリーが復興されました。あ、強引に押さえ込んでも結構強引に押さえ込んでも強引に押さえ込んでも結構強いかもしれないですね。まあ、チェア選手のね、熊の穴という総合格闘技の道場をやってまして、まあ、最近はね、総合格闘技に弟子の選手が結構参戦してて、なかなかね、好成績を残して、結構そのね、名コーチぶりも発揮されてる選手だけじゃなくて、後輩を育てるっていうのが大事な仕事ですからね。はい、あ、カウントしないわ。だいぶ効いてるみたいですね。そうですね。お前早く出ないから。いや、でも EWA のね、そのレベルというのを感じてるんじゃないでしょうかね、岡田選手。ね、あくまで自分のスタイルで対抗しようとしてますね。そうですね、先生のことを自分のスタイルを貫き通してますね。そうですね。もうなんか、あー、ドロップキック、低空ドロップキック、ちょっと急所に入りましたか。そうですね、今いいところに入ったんじゃないでしょうか。はい、下腹でしょうか、溝のあたりでしょうか。押さえているのは溝落ちですね。おー、チャン選手、キックですね。あー、入った。あ、本当に入りましたね、顔面に。多分痛いんじゃないでしょうか、ね。はい、いや、微妙な擦り具合は結構低いんですよ。同人じゃないですか、して。そうですね。で、中サポーターじゃないですか。ずれますね、あれ。あ、前蹴り、中段前蹴りですよ。ちょっと、ね、いいとこ入ってますからね、そね、はい、効きますね。そうですね。意外に効いてるかもしれない。こう、打撃手になってますね。やはり、お互いね、その、意外にね、そして新年炉、あ、遠征切り若干かすりましたが、浅いですが、いいところに引きましたね、今、ね、はい、さあ、再び、お二人の対戦一転して、スピーディーなショルダータックル合戦、最大の場合、そうですね、お二人の、はい、かなり便利ですよ。おー、かわしてやる。あー、うわ、今も対戦しましたね。ダブルス、これはですね、はい、いい感じでしたね。結構効きましたね。はい、ちょっとケイト選手、あんまこういう姿見たことないんですけどね。そうですね。あー、パワークラブ、自ら走ってるパワークラブ。おー、ちゃんと 2.7 ぐらい今入りましたね。はい、相手をロープに振ってならあるんですか。自ら走ってって、ちょっと珍しいパターンですね。さあ、後ろから忍び寄る、そしてこれがこうなりますよね。おっと、はい、そしておっと、場外ですよ。場外に出てきました。おお、巨体が場外で、おお、強烈ですね。強烈に体を叩きつけますね。
リング内も今熱いですよ。さあそこから持ち上げてのリング内の攻防など内の攻撃の首に、はい、押し付けてますね。あー、フルメリソンパスター、堀江選手のフルメリソンパスターが今リングに決まってます。あー、返しましたね。リング大丈夫でしょうか。リング内で何があったんですか。流血ですか。流血大丈夫でしょうか。ああ、本当だ。大丈夫でしょうか。ちょっと血が。ケンタ。岡田選手。ここは危ねえ、ケンタ。ちょっとこちらから確認できなかった。おっと。ギロチンロープですね、今の変形の。そこから。ケンタ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 。これはパーフェクトドライバーでしょうか。ああ、変形のパーフェクトドライバーですね。出ましたね、はい、殺技の一つ。さあ、そこからもうちょっと堀江選手スタミナ切れて攻め込まれましたね。大丈夫でしょうかね。流血、かなり血出てますね。かなり出てますね。はい、岡田選手、本当いいダメージを切り裂き場になりましたね。そうですね。はい、テーマプロープ、おっと、なだれ式出ました。あー、今の部屋は入ってきました。ボールが来てるよ。さあ、そして負けるな。あー、あと変形のバックフリップ、これは効いた、これは効きました。角度今ありましたね。あー、なんとかロープに終わりました。いい戦いしてますね。そうですね、なかなかこの堀江対ケンタ、そして岡部対千春というのがなかなかシングルでやると面白いんじゃないですかね。そうですね、はい。さあ、ちょっとローキック連携ですね。千春選手入れないですね。あ、まあ、流血ですからね。はい、ラリアット、サンドイッチラリアット、ちょっと新年ブログ、ケンタ選手孤立状態。おっと、これはなんか、はい、ボリュームが入るみたいな感じ。あ、カウント選手懸命のリカバリングでしたね、はい。まあ、今は溜めてたのもあるのかもしれませんけれども。さあ、大きくこれは2人の不要な全然なんですからきついでしょうね。おっと、遠征切りとトップのサンドイッチですね。そこから何があるか。ありがとう、ありがとう。流血しようが何しようが、さすがですね。はい、まあ、でも新人王国もですね、やはりこう意気込んで、ね、去年さっき達成したのでね、なんとかね、うちらも吹いて今後につなげていきたいところだなと。そうですね、でも前線ところすごいいい勝負してるんじゃないですか、はい。ただですね、ジャム選手の流血が心配ですが、おぉ、ダブルライアット、もうこの人いたらもう2人だろうが3人だろうがもうね、飛ばされますよね。ジャル、はい、ジャル頑張れ。そうですね、はい、さあ、オリーブオフィシェ、はい、出ました。そしてケンタ選手につなぐ、サーカーとケンタ選手ですね。いいですね、はい、フロックスマッチに入る。あー、いいね、オリーブ選手、はい、イリーブカットに出ましたね。はい、完璧決まりましたね。そうですね、はい、まあ、お客さんもどんどん応援してあげましょう。さあ、こっちに行きますよ。はい、あ、ケンタ、場外の方に、はい、斉藤さん、リング外をお願いします。私は場外、リングの中を実況したいと思います。はい、最後の、さあ、またリング外の選手が、サナミアの体勢、あ、切り返した。あ、かき押しっている、ちょっと黒攻撃でしょうか。かき押しってんでしょうかね。まあ、対抗できないでしょうからね。場外では場外では何があったっけ。あー、鉄柱、そして岡部選手支援攻撃。これはですね、レフェリーの気持ちを、おっと、ストップですか、ストップですか。15分50秒、反則により、千原選手、何か変則の勝利ということでよろしいでしょうか。Come on.
ちょっと今状況が実況席からはつかみづらいんですが、遠かったんで見えづらかったんですが、はい、ちょっと締められてるところはありませんか。そうですね、チーンと場外乱闘でしたから、まあ、こちらのストップウォッチでは15分50秒で止まっています。今ちょっと正式な裁定がですね今わからないので今聞いてみようと思います。レフリーの木本さんから説明がありますのでよろしくお願いいたします。岡部選手のチェーンでの首絞めのため、反則負けで、健太選手と千春選手の勝利となります。思ったより多い人だった。それは認める。まあ、もともと根室にとってここはアウェーなんで、もちろん千春健太組を応援するホームなんでね、もともとうちはアウェーですから、まあ次、発表もしたし、どうするか、まあ今ちょっと答えてもらおうかな。いいかな、せやくん答えてもらっていいかな。次どうしようか。いい、おい、てめえ4プラス勝負するよ、なるほど、シングルだぞ、ほら。おお、かっこいい、すげえ。おお、シングルだ。終わりに行くまで、いや、潰してくれたら潰してくれてもいいんですけど、別に勝ち方、負け方、勝ち、負けにこだわってるわけじゃなくて、とにかく、なんとかお前たちを少しずついじめていこうかなと思ってるから、いいよ。ね、4番ぐらい。やりましょう。いいから。まあ、いいかいいかいい。あべあべ、俺にとってはあべ、ちょっと松谷さんも入って異常事態になったんですけれども、まあ、4番目マッチにね、シングルマッチ期待したいと思います。のメインイベント EWGT ヘビー級選手権試合、まずは赤コーナーよりチャレンジャー大門誠入場。第8代の EWGT のチャンピオンでありました、ハイメジャー大門誠選手、そしてですね、ベルトに挑戦というところに来ました。ハイメジャーの巻き返しになるか期待したいと思います。メインイベントの解説
変換があります。さあ、第15代の歴史のあるEWGPのベルトが今変換されました。これより EWGP ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。赤コーナー、身長170センチ、体重80キロ、前座一筋27年、大城の代打大門誠。青コーナー、身長178センチ、体重85キロ、情熱系男子陣浩二。頑張れ。次、大吾達俊。さあ、 BWA アマチュアプロレス2015年の戦い始め、いよいよメインイベントを迎えました。改めて南郷力丸さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日は全体的にこう、なんていうんですか、盛り上がりがある試合が多いですね。そうですね、対抗戦あり、何がいいね。そしてこの試合、レフリーが特別レフリー、EWA OB ですか、大吾レフリー。いや、もうレジェンドですよ。はい、なかなか最近ね、その EWA を見始めた方っていうのは馴染みないかもしれません。そうですね、私らもそうなんですけども、もう本当にレジェンドですね。はい、あと膝の故障でね、試合からは出てはいるんですけど、はい、やっぱり現役の選手たちも、はい、頭が上がらない存在ですね。あ、なるほど。私も前回、前々回の大会ぐらいでこう解説でついていただいたんですが、やはりこう非常に説得力のある解説は、お客さんも分かりやすかったんじゃないかなというふうに思います。やっぱりそういうね、方がレフリーをやるっていうのは思いも出ますよね。そうですね。まあ、古いところで言えば山本小手さん。はい、そうですね。まあ、やはりこう現役を知ってるものがやるレフリーっていうのはやはりまた違うでしょうし。そうですね。はい。さあ、やはりこれはもう EWA のやっぱタイトルマッチの伝統ですね、この辺の静かな攻防は。まあ、やっぱりレスリングですか。そうですね、まあ、プロレスって言いますけど、プロレスリングの略ですから、こういう、こうね、先ほどの流血があったり、こう野蛮な、ね、ショートとか言われがちですけど、やっぱりこうね、力比べがあったり、固め技、投げ技、レスリングを基本としてね、成り立っているものですので。基本的にはそのレスリング、まあ、いわゆるパンクラッチをこう、はい、ダンスするレスリングがこう、はい、カジュアルレスリングとかね、はい、そういうのがこうより人に見せる方に、そうですね、ショーとして、進化していたのがプロレス、はい、純粋な競技として進化していたのが今のアマチュア。そうですね、フリースタイルとグレコロマンで、はい、だ今こうこうやって組んでますね、このロックアップという、これも本来のレスリングの組み方なんですね。そうですね、腹、はい、エルボーっていう組み方 で、よこれもともとは昔パンコーフとかが力を振る時に、はい、インドの、イギリスの、ね、ランカシャー地方という、北海道で言えばユーガリのところですね。そうですね、はい、そこのこう民族レスリングで使われてた組み方で、まあ言ってみればアマチュアレスリング の、 腕の取り方とかの方がまあ、スポーツ的になっているというか、本来のレスリングの組み合い方はこちらの方が正しいというふうなのを書物で読んだことがあります。そうですね、あと、まあ、単純に日本 の、 柔道とかもそうですけど、はい、アマチュアレスリングも当て身がありませんので、そうですね、そういう部分で違い出てきますよね、はいはい、それでいて、今ちょっと彼の方が出ましたが、それでいてスポーツの方にね、柔道とかレスリングが進んでますので、その中でこうポイント制なしでね、リバースかスリーカウントかという、本当に一本勝負でね戦うプロレスリングっていうのはね、社会人であってもやはりこうそういったね、基本的なレスリングの技が今後の大技の攻防へとつながって左右を決するという形になると思います。私もこうやって偉そうにこう実況してますけども、南郷さんもね、もう本当に長年プロレスこう経験されてて、なかなかね偉そうにこう喋っ
止めますよ。ウィンドいきましたね。今ちょっと、ね、雑談してるうちに試合がどんどん進んでいます。お互いの手の内分かってますから、はい、そうですね。この2人はこう指定ということになるんでしょうかね。まあちょっと成り立ちはあれですけど、多分魔法を呼んでさせる機会ないと思うんですね。そうですね、はい。まあ、そして仁選手はですね、もうおっとフレームウェア、この辺やはり相手の力を利用するという、結構ね、仁選手もね、体重の影響はあるんですよ。85キロ。はいはい、そうですね、はい。バーデン選手も笑ってますよ。はい。非常に試合前は動けるかどうかっていうのをね、心配してたんですけれども、今のところこうついていけてるというか動けてますよね。まあ、そうですね。はい。ただまあ肩のテーピングがちょっと気になるところではありますけれども、まあ一応本人は四十だと言ってました。まあ、このところはわかりませんけどね。それはまあもう毎回おお、ボディスラム。ゴルフはやらないんでゴルフなんかじゃないと思う。ああ、それはあんまり聞いたことないですね。あ、これクルクヘッドスラムですか？あ、ロープですね。ちょっと暇、まあ、ロープ近かったのもあるんですけど、はい、ロープね、あれ基礎決まってますよ。はい、そうですね、ガッチリかな。まあ、なんとかこれ、大門選手、第8代ですか、もうかなり以前に EWGP のベルトを巻いてた、まあ、レギュラー王者の一人に入るんですけど、そうですね、下の少年はね、何回か。はい、うん、いや、最近もやってますので、おととしかなかもしれない。そうですね、3年前ぐらいでしょうかね、当時のチャンピオン。おー、それは6月ぐらいやったんじゃないですか。そうですね、2011年の12月に当時のチャンピオン、スナックアゲンドの新規選手が2位だったので、さあ、僕がこの辺、大門さんのスカッシュプリというですね、これ、ジーブレッシュ。まあね、僕とかも当然で盛り上がるんですけど、はい、まあ、あえて受けなきゃいけないもんでもないんで、ね、そうですね、はい、まあ勝負ですからね。まあでも、ジンさん、下手に、ね、止まらないでよかったですよね。読みましたね、今。いや、あれ危ないですよ、はい、止まれたら。ですよね、お客さんにも行っちゃったりしますからね。そうだし、多分、畳の上に打たれますけど、はい、あれ、どうかそういうダイレクトに畳の上に置けるって、ほとんど結構ですからね。はい、まあ、プロの団体でもなかなかそういう畳っていうのはないですからね。そうですね、大丈夫です。今、競馬に大門選手、リングに上がりました。あ、ちょっと若い大門選手にこう、リーダーベルトは何かというものを伝えていく試合にもなっていると思います。おっと、スライディング、コーナーに激突。こうマットといい、コーナーマットといい、柔らかさが逆にスタミナを取るという。いや、あれが下な感じですよ。まあ、スプリングがないんで、はい、ドリしたいと思います。ドロップキック、ちょっといいでしょうか。私も初めて言いましたよ、これですね。実践で使うの20年ぐらいですよ。はい、そうらしいです。出ましたね。結構調子いいでしょうかね、大門選手。あのリングね、あの、はい、あ、話を戻しましょう。スタミナ取られるんですよ。ですよね。あの、本当先ほど4番街の話しましたけど、屋外のあの炎天下で、これブルーシートなんで暑かったんですよね。そうですね、はい、すいません、ちょっとこう触っちゃってですね。いや、そのぐらいは全然ちょっと、謝罪しますけれども、この中で戦う、あとで踏んでますよ。はい、あとで踏んでます。リゾート入ってますもんね、しかも。大門選手、おっと、今ロープ見まして、やっぱり仁選手動き早いですね。何ですか、何を狙うのか。ああ、ちょっと逆にこれは効いたかなという感じします。あ、ちょっと上が見たと思います。ああ、ちょっと頭に来ましたかね。今ね、ちょっと三冠パワー、はい、三冠パワーの三冠パワーみたいな感じ。ああ、そうですね、ありましたね。フランケンで投げ、ナダル式フランケンに行こうとするのを変えそうとして、はい、それをさらにみたいな感じで行ったんで、そうですね、そんな感じでしたね。さあ、そしてこの、先ほどあのイギリスのレスリングの話しましたけど、このヘッドロックも、その流れを組むヘッドロックがそうです。そうですね、あれはヨーロッパですね。さあ、ご覧ですと、まあ、
レスリングばっかりするのもなんですが、これも実はあのフリースタイルレスリングである技だったりするんです。あ、そうなんですか。はい、まんじですか。まんじですね。ホットカップホール。はい、アントニオ猪木さんの役割もありました。まあ、ジン選手はですね、青森県三沢で普段在住でして、試合のたびにその北海道に来て、本当にその情熱系男子の何にふさわしくプロレスに対するその思いというかね、 BWA に対する思い、非常にこう情熱的なものがあって、おお、逆にこれはもうちょっと行きましょう。これはノーテンカのダイモンドライバー、久々に出すのでしょうかね。私も、ね、今ね、あの落とし方の角度的にはやばかったですね。頭部からあの首のあたりから落ちてるんですよね、はい、普通に私ボディスラムかと思ったんですけどね。ちょっと人選手頑張ってほしいですね。よし、水中落下。あ、いくんでしょうか。大丈夫でしょうかね。首攻撃に目立ちますね。はい、まあ、それだけ見えない、動ける選手は相手にこう逆転の対応するとやっぱり急所狙うしかないでしょうからね。ちょっと落として、おっと、おっ、稼がれた。おっと、これは何でしょうか。あ、すごいんですかこれ。いや、違いますね。大盛りバスター、大盛りバスター。あー、私たちも勉強してるのか。ワン、ツー、カウント。あ、ちょっと今ギリで差しますね。ちょっと今力が余ってるこの D 選手。サポーター直してるんで意識はあるかと思いますが、ダイモン選手動けてますね。大丈夫ですね。コンディションは悪くないと、はい、感じ。本人は不安になってたんですが、非常にいい感じで動けてますが、これはベルトダッシュの期待もあるんでしょうか。カード落とし、一瞬の切り返し。やっぱりリングに上がるとね、はい、自分が持ってるリングで体が動くっていう、はい、あ、なるほど。体が動かない人もいるんでしょうけど、ダイモンさんのベテランだったら動くんでしょうね、逆に。はい、さあ、何を持っていくのか。あー、ダテさんにダイモンスキック。これ珍しいんじゃないですか。はい、あの、しばとき残ってましたね。さあ、このポーズ、情熱系男子持ってきましたよ。はい、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 あー、ダスキック耐えます。あー、でもダイモン選手前のめりですね。ちょっと前のめりですね。後ろに上がらなかったですね。おっと、これはタイガー・ドライバー、タイガー・ドライバー。あ、でも三角に返しました。下から三角に返してる。これは大野選手、絞ってほしいですね。これね、今の真ん中だからね。あ、体勢なんで、ちょっと体勢にくいんです。そうですね、しかも下手したら落ちますよ。はい、完全に座っちゃってますもんね。逃げ場がないですね。もう銀選手、あー、でも手が上がってますよ。手上がってますよ。リコールお願いします。ジーン、ジーン。あー、どうでしょうか。私も一緒に応援したいんですが、ちょっと立場的に、あ、外しちゃいました、ダイモン選手。こっからフォームでもやるんですかね。これ結構いいところでね、ペースを自分の方に、はい、やっぱりその辺うまさがありますね。はい、結構でも大門選手、動けてますね。お、おっと、なんだ、張っておいての、これ膝関節でしょうか。膝決めてます。膝決めてますけど、はい、あと、あれね、膝とあの股関節、はいはいはい、はい、またそれヘッグスプレッドでしょうか。そして変形の、これは読み固めというか、これも膝というかですね。はい、まあ、ふくらはぎなんかも痛いんでしょうけども、これ動けるんじゃないですか。まあ、ジン選手のプラスティック風でしょうか。かろうじてロープ、第5レフリーがブレイクを見ます。ちょっとジン選手が劣勢に立ってる時間長くなりましたね。おっと、そのまとめを回転するんですね。はい、膝行ってますね。あー、そっから膝ついてますか。フォームを見せかけてリバウンド狙う。
大門選手、ベルト取りに行ってるんだね。まあ、最初に出るのはね、はい、そうですね、まあ、メデタですからね。今日はかなりそのひねりの効いた攻撃というか、はい、相手がね、お互いキしてるんで、そうですね、まあ、それをいかに外すかみたいなところ、はい、あー、オーソドックスの膝攻撃ですね、これ。ジン選手はね、ある程度やっぱりスピードが持ち味で武器なので、膝殺されちゃうと、そうですね、ちょっと厳しいと思います、はい、そしてグラウンドクロス2000、これもう徹底した足腰で出てます。もうこれ、決まってもおかしくないんですよ、はい、流れ的には。昔ね、プロゴルファーが本当に決まり合ってましたよね。これをフィニッシュした選手いましたよね。いやこれ大事でもこれかなりね、サンマスはね、そうですね、ヨガンスはもう厳しくないですかね。ちょっとね、足が使えないってなるとね、はい、そしてジン選手は、まあ、トランプもそうなんですが、最近出さないファイナルファイナルドライバーっていうね、お技もありますが、そういうのも下半身がね、はい、しっかりしてないと、どれだけしてないと出せないもんね、はい、もっとね、ダイモレフリーも真剣に、あーもうダイモ入ってますね。いやこれロープ近いんで、はい、逃げれるかもしれないです。そうですね、ちょっとギリギリだとしてもですよ、はい、あ、逃げましたね、なんかちょっと今強引に外したかな、打撃ででも逃げれたんですが、あーやっぱ左が効いてるんでしょうね。これはちょっと足こうなっちゃうんですよね、はい、ちょっとね、はい、左がしっかりですね、ジン選手。おっとドライバーの体勢ですか。ああ、上切って、これはタイムドライバーの体勢か。ああ、ゴリラホームランドライバー。ジン、ジン、ジン、頑張れ。足がやられてるから踏ん張れないですね。そうですね、今の持ち上げられ方を見ると大丈夫ですか、これ。悪いよ。その前にタイムドライバーさん、危ない技過去にも何人も死人が出てるわ。そうですね、本当に死人が出てる、はい、1950年代ですね、2人ぐらい亡くなってますよね。ドリルアホールパイドライバーという、ね、はい、そこから音を一輪出しでしょうか。これはおっ、あー、それだ、一輪出し、これは決めた、決めた、プレイクがいると、あー逃げ返しましたね。今タイムの選手かけましたね、自分の目標に。はい、ちょっとベルトダッシュ本気で狙ってます。第16代のチャンピオンを狙ってます。一輪差しで決められないってなると、はい、ちょっとこれ何で仕留めに行くかという部分が、そうですね、結構、はい、そういうところの手っていうのが沖の手、はい、それを返されたわけですからね。なるほど、そういう、おっと、これはケンタ・カリルドということはサイクロンケンタが出るんでしょうか。カリルドというか、もともと使ってた、あ、そうですね、もともとダイム選手の技でしたね、これ。あ、ナックル、ナックル、右のナックル入りました。激殺式のナックルですね、これ。そっから、おフェイントかけて、あ、そうそう、二度落ちに落ちましたよ、今、はい、落ちた後に、あ、後ろからトラスキック、スイートチェンミュージック、手に入るポーズでしょうか。はい、情熱系男子燃えてきましたよ、これね、あ、はい、最後のチャンスだと思うんですよね。ああ、そうですね、もうラウン選手まだ合宿してる状態で、あー、ファイナルタイムドライバー出ましたよ。ワン、ツー、スリー、17分50秒、どこでもいいけど殴りすぎだよお前。
あのよ、仕留めたい時に仕留めたい技がある。その技で仕留められる。これが今の俺と陣の差。分かるか。しかしよ、もう2年か何だとか、いいチャンピオンになったんだお前。大したもんだ。頭がねえよ。そうよ、代打はこれで終わり。あとはまた前座に戻ります。以上。見せ続けていきたいと思います。これからもどうぞ皆様の応援よろしくお願いします。ありがとうございました。